待てよ待てよ待てよ。ゆうちゃん、はい、今日はあれやるらしいよ。あれ、あの今流行りの紙幣。おお、札。おお、来た来た。今話題のヒカキンさんもやってた紙幣、いっぱい持ってきたんで。さすがだね。いっぱい持ってきましたよ。意外に金持ちだからな。だってお父さんレクサス乗ってた。お金持ちの家の。そんなあんま言わないでくださいよ、ジョー。レクサス。新型のレクサスだから。そんなあれ私のもんですよ。一応入ってる。早く出せ、出せ、早く奥を出せ、奥を。見てください、こちら。じゃーん。違うな。違うな。思ってたのと違うな、なんか。違う。ヒカキンさんみたいなの。まず奥じゃないよ。まず奥じゃない。まあ、奥まではないですけど。さあ。ただ渋沢？渋沢？渋沢じゃないよ。ノンノン。渋沢の前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 ぐらい。なんだよこれ。聖徳太子の万札でございます。しかもピン札。なんでこんなの持ってきたんだけど、お前。でこれね、ちょっと私あの親戚の方からちょっといただいちゃいまして。本当に金持ちなんじゃないこれ。ついでにもちょっと持ってもらいました。さすが親父レクサスだな。これでもそれっぽい。本当に使えるんですか。使えるよこれね。いや今は使えないけど、ここに行ったら、まあ、今の1万円と一緒。ただあの昔のお金なんで価値的には1万以上あるかなっていう。すごい、すごいこれ。それが こんなにあるってこと。そうです、そうです。はい、すごいな。すごい。はい、あとですね、伊藤博文。お、初代内閣総理大臣。総理大臣の千円札とか、うん、あとは、あとはですね、そうだね、こういろいろ千種類いろいろあるんだ。はい、あとね、聖徳太子の五千円札っていうのもあって。聖徳太子はそんないっぱい活躍してる。はい、そう、一番ね、あの描かれてるんだって。初めて見ました、私これ。私たちの世代やと、万札は諭吉様じゃないですか。ね、諭吉様って言ってましたけど、親父の世代は聖徳太子が万札だったらしくて。そうかな、確かに物心ついたらもう。あ、リーダーも。もう、はい。諭吉さんだ。あとこれはですね、岩倉智美。あ、五百円札です。何した人なの。こういう人は外国のなんかです。外交関係。外交関係。外交関係です、ね。あ、なるほどね。500円玉しか見たことないです、私。あねえ、500円とか、あとね、100円札っていうのもね。100円。はい。これ、大輔。あっ、自由はシステム。違う、何言ったの。大学システム。自由はシステム。逆だったら。うん、刺されるときにそう言ったっていう。本当は言ってないらしいですよ。本当は痛いがやっつったらしいよ。いや、刺されたらね。あれ、あの記者がそう言ってかっこよく書いたって噂よ。あー、うん、あとはですね、あ、これでもこれはちょっと割と最近かもしれない。あ、2000円札これは持ってました。これはね、どこ行ったんだってみんな言ってないね。はい、あとね、ちょっとわけわかんないお金もありますね、これ。でも日本銀行系で書いてある。竹内大臣。逆から読んでる時代なんで。右からだからね。これ戦前とかだと思います。すごい、はい、新紙幣よりすごいんじゃない。ですよね、新紙幣よりこれあれかなって思うんですけど。海外もあるじゃん。あ、なんか海外の。これは中国銀行って書いてあるね。おお、これドル。わー素敵、はい、これも中国。中国。これはどこですか。中国。中国だね。これも中国ですね。中国が多い。かわいいねこれ。中国。わあ、ね、映画のチケットみたい。あ、ね、あと身近なの出てきたよ。身近な。これはもう私たちに馴染みがある。馴染みある。はい。二戸部稲造さん。え？え、私知らない。嘘だ。絶対。絶対これはやっぱりでしょ。二戸部さんよ。え？え？ゆりちゃん貧乏だった。お生活も見たことないみたいな。これは知ってる？これもちろん知ってます。これはもう馴染みあります。これとこれ同じ世代だよ。同じ世代です、ね。いや、お年玉でこれはいっぱいもらってたんですけど。貧乏だったんだ。ごめん、触れちゃいけないやつ。ごめんね、ゆうちゃん。こんな感じで、こんな感じですね。すごーい、はい。何自慢してくれてんの。だってリーダーもこの間お宝いっぱい自慢してきたから、ちょっと私も。実は、俺も今日持ってきてるんだ。はい、お、ちょ、これ、ハギこれちょっと置いといて。はい、俺は俺で並べてくる。リーダー対抗しますね。うん、お願いします。これと違うやつを持ってるんですか。違う、どうかな。かぶってるのもあるかもしれないけど。はい、すごい。あ、でもかぶってないですね。え、かぶってない、はい、こんなにあって。これとかない。これはね、すごい。これは1000円。おお、これは聖徳太子ですか。聖徳太子が揃った。全部聖徳太子すごい。1000、5000、1まで全部あるんだ。すごい。あとはファイリングしてます。ちゃんと5000。あと何回書いてある。伊藤博道。すごい。だから
子供の頃、子供の頃、あの頃から、うん、かわいいですね、こうやって。これ自分で描いてない。これね、おじいちゃんが描いてくれた、おじいちゃんが古物商、骨董品屋さんだったの。で、子供だった俺に、あのくれたの。あ、くれたんですね、うん、すごい。これは誰、誰で、これ、銭天とかの、すみません、ちなみにこれなんて書いてある？ 5円、昔の円だね、多分。これは、ないです、これ。これ中国です、これ中国です。中国、おお。聖徳太子、また出てきたよ。できた。あ、これと似てますね。でも、え、すごい、揃った。聖徳太子、100円、100円、100円、1000、5、1万、すごい。聖徳太子が全部揃った。これはさっきと同じなんだけど、はい、なんか戦時中なのかな、軍用。すごい、これレアなんじゃないですか。これはいくらですか、拾うに。10円。ゆいちゃんが読めなかった。え、これでも読めますか、これ。読める。そうですか。寺子とか切るときは、1、2、3、4、この昔のね、旧時代で難しい、なんか画数多い字だから。あとね、これちっちゃい、ちっちゃい板垣大輔、本当だ。50円、50銭、50銭ですね。すごい、すごい。次は、え、この人、え、誰見たことない。誰か後で調べようよ、これ。調べましょう。はい、これ誰、聞き親さんみたいな。なんかね、スルッパゲの人ですね。スルッパゲの人、もっと可愛いに出てきた。もっと可愛い、可愛い、なんかおもちゃみたい。10銭これは人物ではない。これは塔だね、なんか塔、これ。はい、すごい。このちっちゃいお金があったんですけど、朝鮮も出てきました。朝鮮、朝鮮銀行券、これはまた大きい。すごい。これってちょっと後で調べようよ。調べてね。朝鮮銀行で円だよ、だから統治時代とか。そういうことですね。相当古いですね、これは。あ、なんかね、出てきた。これえ、ちっちゃい。これもちっちゃい。これはなんだ、どっか神社かな。どこの神社ですかね。かわいい。昭和17年って書いてある。50銭、昭和17年、戦時中ですか。戦前、17年、第二次世界大戦中じゃない。わー、うん、わー、これが富士山。富士山、昭和13年、昭和13年、あ、西暦じゃないんだよ。いや、西暦じゃないから、数え方が。これまた可愛いのでした。ちっちゃい、可愛い。5000、え、こんなちっちゃいお金あったんですね。馬乗ってる、誰。日本銀行って書いてある。すごい、これはね、これはもう鳥が出てる。うわぁ、カモメ。ちっちゃい。あ、そしてリーダー、これ船。いや、これタッチ。これ、これ、これあれじゃん。タッチ、タッチ、ここにタッチ。あそこにタッチ。すんな、お前は。朝倉みなみ。なんでこれ書いてる。わかんない。大事だった、ね。大事だったもの。大事さんのね。こんな感じです。わぁ、すごい、ね。じゃあちょっと、誰が、誰かちょっと調べていこうか。わかる範囲ね。そうですね、調べて。調べます。これ今使えないお金じゃないですか。だから私ちょっとまたこれ持ってって全部。待ってよ、待ってよ。元気に帰ってきた。お前はな、あれこいつってひどいやつだな。あのね、金のためなら何だって、思い出だろうが何だろうがね、すぐ売る男なんだよ、こいつは。ひどいリーダー。だって俺は絶対換金しないもん。取っとくもん、使わないもん。お前すぐ使いたいんですよ、もう。うん、これがいくらか全部気になる。ちょっと調べよう。全部換金したい。はい、じゃあ調べます。ドキッと。あー、熱い熱い、熱いですね。熱い、熱い、熱い。ブルマックさんみたいなネタやめろ。いえいえいえ。お金で遊んではいけません。はい、すいません。私も実は持ってきたんですよ。熱い、え、あの、私もね、持ってきたんですよ。実は見てください。見せて。これ。ゆいちゃん、やっぱり貧乏なんだね。ゆいちゃん、買わせたらこれあげるよ。どうぞ。1円じゃん。チャンネル登録お願いします。グッドボタンもお願いします。コメント質問もお待ちしてます。お金で遊ばないように。はい、忍者チャンネル。